TWICE、シンガポール公演で8500人のファンを魅了。シンガポールのツイッターでトレンド1位に写真イコール J は P エンターテインメント TWICE がシンガポールで8500人の観客の爆発的な反響を得て、コンサートを終了した。TWICE は17日、シンガポールインドアスタジアムで、TWICELAND ゾーンに、ファンタジーパークインシンガポールを開き、現地のファンたちに会った。先月18日から20日まで、ソウルソンパ、ソンパ、クチャムシル、チャムシル、室内体育館で開催され、1万8000人の観客と共に、TWICELAND ゾーンに、ファンタジーパークのソウル公演、同月26日と27日埼玉スーパーアリーナ、今月2日と2日大阪城ホールで5万6000人を動員した日本コンサートに続き、初めての東南アジア地域公演として話題を呼んだ。合計8500席が完売となり、昨年4月開催したコンサートに比べて、観客と会場の規模において2倍に拡大し、TWICE に対する関心の高さがわかるステージになった。この日、TWICE は3時間30分余りの公演時間で、これまで発売したヒット曲はもちろん、LINE T のレイニズムをダヒヨンがソロでアレンジしたダヒーウニズムユニットステージで、ジヒヨ&モモ&ツーイのエンドオブタイム、ジョンヨンとナヨンの私の耳にキャンディー、ミナ&サナ&チェヨンのオッパーなど、様々なレパートリーを披露して、ファンの楽しさを与えた。公演とともに TWICE はシンガポールのツイッタートレンド1位を獲得し、話題性を証明した。シンガポール公演を終えた TWICE は、マレーシア・クアラルンプール、タイ・バンコク、インドネシア・ジャカルタでアジアツアーを続けていく。TWICE は来月9日、韓国でカムバックのニュースを知らせ、ファンの期待を高めている。カムバック曲は、ダンス・ザ・ナイト・アウェイで、TWICE はこの楽曲を、通じて真夏の暑さを忘れさせる、涼しくて清涼感あふれる魅力をファンに届ける予定だ。カムバックに先駆けて昨日、18日、星が輝く夏の夜を背景に、ダンス・ザ・ナイト・アウェイと刻まれたフレーズ、緑が深い森と枝菜、どう利用して建てたばかりのようなテント、キャリーバッグなどが登場し、真夏の夜のリゾート地を連想させる予告イメージを披露して話題を呼んだ。TWICE のカムバックは、4月9日公開した GOTH ミニアルバムのタイトル曲、What is Love? 以来3ヶ月ぶりだ。TWICE は昨年、シグナルに続き、パクジニョン&トゥワイスのベストオブベストの組み合わせがもう一度タッグを組んだ、What is Love? で、韓国の各音楽配信サイトのリアルタイム、デイリー、週間チャートを席巻し、ガオンチャート第15週でも4冠を席巻した。音楽番組でも12冠を獲得し、8連続人気を証明した。音源と同時に公開されたミリボルトも YouTube で再生回数1億回を突破し、8連続1億回突破の新記録を打ち立てた。